おはようございます。す。事業の久保です台風の影響がだいぶ全国に出ていますね、まあ、場所によっては台風が過ぎて、全ての警報が解除されましたという報告があったと思うんですけど、も、皆さんのスマートフォンにも警戒態勢を取ってくださいとかね、命を守る準備をしてくださいとかいう通知が入ったと思うんですよ、これね、実は気象庁の方から来てると思うんですけども、なぜね、 それでも災害が後を絶たないのか災害が起きてしまったり停電が起きるのかということなんですけどもこれ実はですね縦割り行政の弊害が出てるんですよね以前もお話したと思うんですけども警戒を呼びかけるのは気象庁なんですよそして施策を打つのは国土交通省なんですよ簡単に言うと天気を見てる人がね雨が降りそうだぞ台風が来そうだぞって言うんですよだから気をつけろみたいなね で気をつけろって言いすぎると国土交通省が国民を守るために防波堤を作ったり避難所を確保したりとかね予算を使わないといけないんですよだから国土交通省が気象庁にあんまりそう言うなとお前は呼びかけるだけでいいけどこっちは金がかかるんだってことであの気象庁が、ね、いろいろと警戒を呼びかけることを国民に警戒を呼びかけることを嫌うんですよそういうのに忖度して遠慮して、えー、気象庁はやんわりとしかね言わなくなるんですよ。まあ、だから災害が思ったよりも 拡大するとかトンチンカンなところに警戒放送が流れるとかっていうことがあるんですよねこれは私の立てている仮説なんですけどもおそらく間違いないと思うんですよこのようにですね全ての事象に 情報を拾った後で自分なりの仮説を立てていくということが大切なんですよねそしてこの仮説を立てる能力が本当に高まっていくと仮説の通りに自分の思った通りに現象が進んでいるってうことが確認できていって未来を予測できるってうことができていますまあ、FX もそうなんですよねたくさんの仮説のもとに自分の仮説の命中率が分かってくるんですよねだから毎日やりましょうということになりますさあ例のやつに関しましてですけども例のやつに関しましても昨日またニュースが出ましたね、えー、この例のやつに関しましては実は7月 にね、ジュネックスという取引所がオープンしているんですよ、そして例のやつの独自の暗号通貨の i c o が成功してなんと価格が4倍になっています、4倍になっているのはどういうことかというと資金が潤沢にあるという反面、資金をプールしておかないと両替に対応できないということになります、特に4倍になったということで単純に考えて10億円用意しておけばよかったのに40億円用意しておかなくてはならなくなったということで予想外のねもう売れたがゆえに困る。 売れたがゆえに現金を置いておかないといけないという現象が起きているわけなんですよ、まあ、そこでお金が足りなくなったんではないかなと思うんですよね、まあ、でも徐々にその、まあ、プールしていた金額もどんどん,どん,どん、ね、解消できていって、本来の事業の方にお金が回せるようになってきて、だいぶ状況が落ち着いたんではないかなと私は仮説を立てていますけれども、皆さんはいかがでしょうか、ああそれではですねどの点が変更になっていったのか、そして10月から大きく変わります。 10月からは税制の改革もありますしね、えー、例のやつの方針もかなり変わりました、まあ、その中で注目しないといけないのは悲しいんですけどもショッピングポイントですよねショッピングポイントが1ポイント1円という換算に限らなくなってきたということですそうなんですよね今までではは万万ポイントっっっっててあたたら基本的にに円だったんですけども条件によっては 1>, 1ポイントが1円じゃなくなりますよという一文が書き加えられております、こちらの方の公式アナウンスはですねまたあ私がねっか塾の専用サイトで読み上げながら解説をしていこうかと思います、まあ、ただ、これからですね例のやつの会社からもう事業部からですねメールマガジンが発行されましたんでもう私の存在はそんなに必要ないかもしれませんね、直接会社から情報を取れますんで、皆さんも。私が特にね えー、皆さんに語りかけることはなくなっていくのかなというところでございますまあそういった意味も込みで私のサポートも徐々に終わっていくような気がしますねもう私がね会社に代わってできることってだんだん減ってきましたんで、えー、そういう形でもうだいぶこの例のやつの会社も固まってきたというかねサポートが細かくなってきましたんで悲しいかな私の存在は。 もういらないかもしれません <laughs> 本当に皆さんねこれまでお世話になりましたすぐにサポート終わるわけではないですけども私の見解も会社からの見解もイコールになってしまえばもうこれはあんまりね役に立てないのかなと思いますえそれではですね、えー、今日の放送は以上でございますけどもまた別の動画でお会いしましょう失礼しますお気,をお,けお気をつけてご安全に